これくらいのお弁当箱ニーニーニーエルボーエルボーエルボ ー, エルボー左ストレート。待ってんの？待ってるよ。どうもこんにちは、泉朝日です。よろしくお願いいたします。見てください、なんか懐かしいね、そういつもロングタイムノースイー、ねえ、言ってやって、みんな忘れてませんでした、こいつのこと。もう忘れてたよ。忘れてましたよね。うん、俺も忘れてました、うん、彼ね、あの詳しくはこちらの動画をご覧ください。あの時買った自転車なんですけども、うん、ずっとまあお家で寝てたと、うん、でたまに出てきては階段を下ろされる毎日と。彼ももっと自分に合ったことしたいと、うん、ね、自分に合った使われ方でもっと世の中に出ていきたいと、そう言ってたの、うん、この前の面談の時に。だからそうちょっと希望叶えてあげたいなと思って、うん、何したいんですかって具体的には聞いたら、うん、まあ以前のアフィッシュさんとかがやられてたみたいな、トム・クルーズですよね、うん、あれなら僕できるかもしれないっておっしゃってたんですよ、うん、なんで今日は彼がトム・クルーズできるか見てやって。 DMX トム・クルーズ、うん、できるか分かんないの、まだなんだかんだ一回もやったことないもん。なんだかんだ一回もやったことない、マジで。あのまずピョンってやったこともないこいつで、うん、それでちょっと可能性探ろうっていう、うん、だからあのこの動画に関しては、うん、本当彼のわがままに僕らが付き合わされる形なんで、もうできるできないとか分かんないです、うん、付き合ってあげましょう、うん、ね。じゃあ早速やってみますよ、トム・クルーズを。はい、ねえ、ほんとにもうお前はちゃんとお礼しなさい、コンボさんに。コンボさん、いつもありがとうございます。言いますか？え？やりますか？一回これさ、まっすぐ走るかどうかだけ見るか。なんかあれだな、ママチャリのポジションが違うからさ、うん、話し方が分かる。むちゃくちゃ可能性感じたぞ。確かに。ちょ、え？むちゃくちゃ可能性感じたよね今。うん、いけるか。まだいけない方がおかしいよね、 BMX なのに。確かにね。今俺に言ったんじゃなくて彼に言ったんだよね。いや、あなたに言ったよ。あ、そう、ダメ、そう、はい、ダメ。誰に言わないと今日は。過剰リアクションやばいね本当にこれぐらいちゃんとリアクションしといた方が、うん、映像的には使いやすいんです。これ俺が、まあできるか、じゃあやりましょうかって言ってたら、こんなん見てらんないだろ。こんなローテーション2人でやったらオーバーリアクションだけないじゃない今のが、うん、やらせて。俺だって分かるよ、まっすぐ走ることぐらい。じゃあやりますかじゃあ行きますか。やりますか。なんかちっちゃく感じない膝がこう当たるもんね、うん、そう思って。ちょっと長めに見てみようかな、乗れなくても。まあそうね、ちょっとアレンジしたいよね。そう、あのまず普通にできないことにはアレンジもクソもないんだけども、うん、結構言ってたもんなさっき。まあ確かに。いや、さっきの結構言ったよ。あんなすごかったよね、過剰リアクションほんと最悪だよね。過剰リアクションが絶対減っちゃダメだよマジでじゃあやってみますよ。うん、じゃあ行きます。うん、めちゃくちゃできるめちゃくちゃできる。これはコンボさん、うん、ちょっと初ですけど、アレンジトム・クルーズいきますか。普通のトム・クルーズはもう吹っ飛ばしてアレンジしていくってこと。今のが普通のトム・クルーズじゃダメですか。手抜きすぎ今のはちょっと。まあじゃあ新しいトム・クルーズ作りますか、うん、何がいいかな。もうかっこいいやつがいいよね、どうせ。まあ一回飛び越えるやってみる、うん、できるかどうか。ちょっとおい、うん、絶対オーバーリアクションだと思うよこんなの。オーバーリアクションすればいいし、していい？飛び越えるなんか絶対無理だけど、やるか、やってみるか。まあじゃあこれが本番ってことね。ああ、これ本番で行こう。飛び越えればね、俺厳しいと思うんだよね。まあじゃあ過剰リアクションしたらそうなるよじゃあやること一応段取りだけ、うん、降ります。うん、でどっちに触れるか分かんないけど、うん、まあ右に入る絶対、うん、右に入ってチャリで横並びになったところで飛び越えて、うん、まあ、2、3走って、うん、捕まえて乗るわ。うん、OK、うん、絶
と思うな俺は。厳しいと思う。オッケー、うん、よし、行きます。いいよ。あーでもあんまりかな、あんまりかっこよくはないね今のは。まあまあちょっとね、かっこよさは違うよね。こっからもうせーのポイで今よし、やってみるよ。うん、よし、ポイ。やーくそいや、待ちすぎっしょ、完全に。待ちすぎ？うん、あっち、水飲んでる。よし、行こう。未来見えてるよ。未来丸見え。やりますか。降りて飛んで乗るね。うん、よいしょ、行きます。うん、オッケーオッケーオッケー、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない、綺麗ですよね。いいじゃない、ちょっと一回プレイバック返そう。うん、指打った。オッケー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 。さあ、コムさんお疲れ様でした。うん、いけましたな、アレンジショムクルーズ。いや、俺は信じてた、そいつを。あ、普通にこいつがこれぐらいの実力持ってるの。まあ当たり前でしょっていう。なるほど、お前もう本当に、ほら見て、どういう姿勢これ。あなたがそうしたんでしょ。フィクション嫌いリアルってずっとそれ何リアルって、もう何なのそれ。意外と速いし、意外と転がるっていうのが分かったんで、うん、まあ、今後もね、またしばらく休んどいてもらって、まあ何かにまた出るでしょう。うん、何かにおそらく出るでしょう。うん、コムさん、じゃあ最後、うん、視聴者の皆様にね、うん、この夏アレンジしたいこと、うん、教えてあげてください。じゃあ、まあやっぱリアルにやろう。もうフィクションはいらないと。うん、そりゃそうだよね。俺たちはこのリアルの温度感を届けたいんだもんね。まあそうね。オーバーリアクションなんてやめよう、もうやめよう、ダメよ本当に。今日ひど見てらんなかったからね、あれ君。いや頼むよ本当に。あ、俺がね。終わりましょうか。うん、それではまた次の動画でお会いでしょしょ。ありがとうございました。きっとこれはリム君もできまい。まあ誰だかわかんないけど。いや、BMX オリンピアンだよ。堀米君とかと同列よ結構。いや、オリンピック見てないの。見た方がめっちゃ楽しいよ。よし、まあじゃあ暑いんで、マジで帰ろう、暑いから。うい、いやだ。